んとねやらせていただくことになっております。やったー。はい、3度目のステージ望月瑠奈です。よろしくお願いします。はい、曲ね、私が選ばせていただいたので、カバーですけれども、多分知ってる、聞いたことあるっていう方が多いのかなと思うので、私だったらすごい、初めてかも。ビールこうやってステージの時にいただくの初めての経験、今日いっぱいしてるかもしれない。嬉しい。みんなで乾杯させていただこう。母さんが戻ってきたら、みんなお飲み物持ってますか？大丈夫ですか？いいね。何杯目ですか今日？もう数えてないで。わからない。もう忘れてしまいました。別に覚えてなくてもいいね、そんなこと。はい、なんかね、こうちょっと日が暮れてきても雰囲気がまたいい感じになってまいりましたね。こうライトアップというか、この電飾が綺麗な感じで映えているような気がします。そうなんで、なんか夜の雰囲気もね、楽しめたらいいなって思います。困るよね。あ、大丈夫です。大丈夫です。ひたすらなんか、そう、ルナちゃんは、はい、静岡で3回ぐらい一緒にやらせてもらってるね。はい、そうです。めちゃくちゃ歌が良くて、でもなんか、たら呼んでよっつったら呼んでくれて、嬉しいです。本当にありがとうございます。私もビールズさんのライブがすごい好きで、嬉しい。歌も好きだし、ギターも好きだしみたいな、もうファンです、私。適当ですいません、ね、すいません。すごい、なんか一緒にできてすごい嬉しいなって思ってます。こちらこそです。嬉しい。待って、ビールがめっちゃ並んでる。まあ、乾杯のいただきはビールです。これビールです。ビール、ありがとう。飲みました。はい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 。うまさまずいから。ね、使える。はい。普段は飲むんですか？普段は飲めないんですけど、ね。あ、じゃあ代わり飲むときます。お願いします。飲んでください。お願いします。ありがとうございます。ちなみにどっちから？どっちから？忘れない方。忘れない方ね。どっちが忘れない方なのか。愛してる方、愛してる方、愛してる方、愛してる方。優しい方か優しくない方か。優しくない、優しくない方。では、せっかくなので、こんな機会もなかなかないと思うんですけど、私はルナちゃんの乾杯が聞きたいです。ないよね、ステージで。てか、そうです、初めて多分ステージ上で飲むって。うわー、すいません、初めてお伺いします。大丈夫、みんなもう全員揃ってないよね。え、待って、あ、来たちょっと、待って、まあ、ちょっと、はい、来た、飲めない人用に。あ、飲めない人用に色が一緒のやつ。優しい、優しすぎる、緑茶的なやつ。レモンティー、レモンティー、レモンティー、手段をせやで。僕のレモンをあなたのキュートセッション感がある。では、ルナちゃん乾杯お願いします。超レア。はい、今日はクラフトビレッジ西小山に来れて本当に良かったです。ありがとうございます。みんなで乾杯。乾杯。熱強いな、この
もうなんかこうやってちょっと日が暮れてきて、夜になってきて、神が異色、職人様になりますね。なんか上げ替えがある、上げ替えがある、回し替えがあるんだと思われます。素敵なこと、直感してるのと変わらない。ありがとうすぎる。では、行きましょうか。分かったね。では、1曲目の最初の曲、行きましょうか。スピッツさんのチェリもう一口飲む？はい、はい、元気だ。ありがとうございます。
5時のチャイム鳴ってるんで、チャイム終わってから次の曲行って終わろうと思います。モモタイム、お二人はいつも一緒にやってるわけじゃなくて、はい、そうですね。だから私ね、はい、あの見たことないもん。初めましてだもん。ありがとうございます。桜さんです。見たことない。そうなのよ、あのやっとね、やっと拝見した。拝見です。そう、あの X で、あのメンチ切ってるのだけ見ました。わかる。よね、メンチ切ってたよね。あの人柄悪いからね。柄悪いから。柄悪いらしいよ、今なら。いろんな、そう、私メンチ切ってるとこしか見てないから、どんな人来るんだろうって思ったら、むっちゃ腰低い人来たと思って、本当。いやいやいや、ちょっと大阪くらい。どういう時にご一緒にやってらっしゃるの？自分の地元の、ホームショップがありまして、ほうほう、はい、そこで定期的にイベントを開かせたり、定期的にサポートできるようにしてます。いつも何て呼んでるんですか？ハッセさんです。ハッセさん、はい、みんなもハッセさん。めっちゃ痛いで呼んでます。じゃあ、やっちゃう？せーので。せーので、低い声でハッセだからね。低い声、いくよ、せーの、ハッセふみちゃんは高い声と低い声どっちが嬉しいですか？ふみちゃんとふみちゃん、ぬるい声、ぬるい、ぬるい声。じゃあみんなぬるい声でふみちゃんお願いします。いきますよ、せーの、ふみちゃん。何のポーズよ。嬉しい、嬉しい。ではそんなお二人に支えられながら、はい、もう一曲お届けしようと思います。はい、ラナちゃんは今日の物販、もう一回ぜひ紹介してください。 ありがとうございます。今日はですね、今日、はい、静岡から来たからね、はい、ぜひ、ぜひお願いします。皆さん、すいません、お願いしますよ。はい、車で来ました。私運転じゃないんですけど、車で来ました。今日はですね、掛川の紅茶、を持ってきております。フレーバーティーで、ローズのフレーバーの、あ、見せて、お、買ってくれてる。みんなありがとう。こちらですね、持ってきています。お土産に、うなぎパイをつけています。夜のお供じゃない、夜のお供じゃない、夜のお菓子だった。夜のお供じゃない、間違えた、間違えた、どうしよう。お菓子、お菓子、お供じゃない。ごめん、なんかごめん、ピピピ、いただきます。タイミングが良くてよろしい。間違えた、夜のお供ってなんやねん。ごめん、これから夜になってきますからね。そう、お供になるかもしれないから。ありがとう。はい、で今日そんな感じで、はい、今日800円で販売しておりますので、素晴らしい、はい、3パックね、ティーバッグ入ってますね。3回楽しめるので、もしよかったらですね、あちらのなんかちょっとマジシャンみたいなところ、占いやってそうなところで販売してますので、あと CD も持ってきてます。もしよかったら来てください、お待ちしてます。ビールズは、ザビールズは今日はザビールズタオル、もうこの世に残りわずかと言われている、あと4枚なの、もちろんあ、もちろんやるらしい。でも本当あとわずかなザビールズタオル。そして今日は珍しくチェキも持ってきてます。珍しい、はい、超珍しい。もしチェキを取りたいと思ってくださった方は、ぜひ桜と取りましょう。いい天気なんでね。気に入ら餃子おかまるナポリの餃子、ありがとうございます。そう、めっちゃ美味しいよ。美味しそう、うん、どれも投げ餃子してもらったの。投げ餃子食べ物もいけるんだ。本気で投げるのやめてください。焼きそばもあるし、ぜひご堪能ください。はい、では大丈夫、最後ぐらいコジも呼んだ方がいいんじゃない。あ、コジ、あ、最後ぐらいで、ちょっとここで揺れてもらって、あのダンス、ダンサーで、今日一日盛り上げてくれました DJ コジコジ。コジコジね、この後中野で DJ イベントがあるらしくって、まだ間に合う、7時まではギリギリまでやってくれるので、ぜひぜひその後の DJ コジコジも楽しみください。ではよろしいですかね。じゃあ最後の曲、はい、いきましょう。小
素敵な来年度をお迎えください。ありがとうございました。